こんにちは。武器屋の店主のフランです。私は勇者のゆうちゃんだよ。ちょっとお姉さんに質問していいかな？何でもどうぞ。冒険者ギルドで、弓マンとクロスボウマンがどっちが強いかって喧嘩してたんだ。弓とクロスボウって、どっちが強いのかなと、ふと疑問に思ったんだよ。ふうむ、弓とクロスボウ、どっちが強いのか。単純に比較するのは難しそうに思えるわね。でも歴史上、実際に弓とクロスボウが直接対決した戦いがありました。え、そうなの？どちらに軍配が上がったのか？一つずつ見ていきましょう。弓とクロスボウの比較は、中世のイギリスとフランスの戦いで伺い知ることができます。イギリスとフランスの戦い？そうよ。百年戦争と呼ばれる戦いです。当時イギリスはイングランド王国という国でした。そして百年戦争は1337年から1453年まで続いた戦いです。長っ。100年以上じゃないですか。その100年の間に何度も戦いがありました。ここで面白いのは、イングランド軍は弓を使っており、フランス軍はクロスボウを使っていました。おう、それは比較するにはもってこいってこと？そうよ。サンプルとしてとても参考にできるのね。まずは当時の弓とクロスボウの性能について解説していきます。それは気になるところだ。実際にどれくらいの攻撃力なのか。弓から解説していきます。イングランドが使っていたのがロングボウという弓です。イングランドのロングボウは13世紀から100年戦争が終わるまで活躍しました。ってことは100年戦争の間はイングランドはずっと弓だったってこと？そういうことね。ロングボウの長さは約 1.8 メートルです。日本の弓は2メートルを超えるので、それよりは短いわね。日本の弓は長いな。ロングボウは、イチイの木で作られています。イチイは、弓の材料として優れており、世界中で弓に加工されていた歴史があります。良い素材ってことか。日本でも、アイヌの人たちが、イチイの弓を使っていました。アイヌの人たちは、イチイのことを弓の木と呼んでいたのです。なるほど。弓の攻撃力は弓を引く力に影響されます。引く力が強いほど威力は上がりますが、相応の筋力が要求されます。ロングボウはどのくらいの強さなんだろうか。これは議論があって、正確な数値が分かっていないというのが答えです。ただ、兵士たちは弓を引くために非常に厳しい訓練を重ねていたという事実があります。ふうむ、それはそうだよね。少なくとも、130ポンドはいるだろうと考えられているようです。重さにすると約60キロです。60キロって重いの？現代の日本の弓ですと強くても25キロくらいです。鎌倉や戦国の武士は50キロ以上を引いていたと言いますが、ロングボウも相当強いってことだね。射程距離に関しても正確な数値は分かっていません。300メートルほどではないかと言われています。300メートルって相当な距離だよ。1542年のヘンリー8世という王様の治世では、ロングボウの練習は最低で200メートルからとしていました。そう考えますと、300メートルというのも妥当な距離ではないかと感じます。ふむふむ、そうなんだね。攻撃力に関してですが、中世の後期に登場したプレートアーマーは貫通できないのではないかと言われています。プレートアーマーは、騎士が装備したガチガチの鎧だ。鎧の板金部分は貫通できないけど、隙間のチェインメールは貫通できました。これは実際に、海外の歴史学者と YouTuber が動画で上げています。本当だ。全く貫通できねえ。そして発射速度ですが、だいたい、1分で10本から12本の矢を放ったと言います。めっちゃ多いやん。これがロングボウの性能になります。次はクロスボウですね。フランスの兵士が使っていたんだね。そうです。クロスボウは日本ではボウガンという名前で呼ばれています。ボウガンは造語で、正式にはクロスボウという名前です。非常に強力の高い弓で、人間の筋力で引くことはできません。弓とは威力が桁違いってこと？威力は弓よりもあります。クロスボウも木材で作られていますが、14世紀当時のクロスボウは動物の角や金属なども使われています。いわゆる合成球と呼ばれる弓です。めちゃくちゃ硬そうだね。クロスボウは使う素材によって張力が全く違いますが、15世紀頃のクロスボウは1000ポンドを超えるようなものがあったようです。1000ポンド？さっきの弓が130ポンドって言ってたよね。1000ポンドは約450キロになります。
それはいくらなんでもチートすぎない？単純に数字だけを見ると、決定的な違いがあるように見えます。実際に海外の YouTuber が1250ポンドのクロスボウを作って実験しています。さっきの弓の動画と同じ人じゃん。数字ほどの威力はないように思います。最大射程距離も200メートルほどですね。命中を期待するのであれば、90メートルほどの距離で撃つのが良いと検証しています。へ、数字ほどの強さはないんだね。別の YouTube の方で、クロスボウでプレートアーマーを撃つ動画がありました。これを見る限り、ロングボウよりもクロスボウの方が威力は高いです。おう、これは貴重な映像だ。にしても、プレートアーマーってめちゃ硬いな。クロスボウの威力は高いですが、最大の欠点は装填時間です。弓に比べ、発射効率は格段に落ちてしまいます。人の力では引けないんだよね。巻き上げ機などを使って引きます。例えば、これはウィンドラスクロスボウです。レバーをくるくる回して、ツルを巻き上げます。めんどくせえな。クロスボウの発射速度は、1分で2発だったと言います。ロングボウと比べると、かなり遅いです。2発か、だいぶ遅いね。ふーむ、しかし、こうやって数字を比べてみると、ロングボウの方が有利な気がするけど。使ってる矢の性能の差から、飛距離に違いが出てきます。クロスボウの矢はボルトといって、重くて太いです。なるほど。威力はクロスボウに軍配が上がると思います。では、実際に戦いの中ではどうだったのか？これは楽しみな内容だ。まずは1340年、スロイスの海戦です。え、海なん？海の戦いです。いきなり海とはね。百年戦争開幕戦の一つでもあります。どのような戦いだったかというと、お互いに弓とクロスボウで撃ち合う戦いとなりました。海の上で撃ち合いですか？そうよ。兵力ですが、イングランドは、艦船は150隻くらいで、兵士が5000人くらいでした。一方、フランスは、艦船は200隻で、兵士は2万人ほどでした。圧倒的じゃないか。なんかもう、弓とクロスボウっていうより、数の勝負じゃないの。ところが、イングランドの兵士は、3000人が旧兵でした。一方、フランスの兵士は、ほとんどが歩兵で、クロスボウ兵は500人しかいませんでした。何？それは、一体どっちが強いんだろうか。フランスは船の操船に自信がなく、待ち構える作戦を選んだのね。船をつなぎ合わせて、イングランドの侵入を防ぐためのバリケードを河口に作ったのです。船の甲板を陸上に見立てた戦いを想定しました。なるほど。ここは、イングランドの指揮官、エドワード3世の采配が光ります。敵の陣形を見るや、ロングボウによる射撃戦を有利に進めるための策を講じます。太陽を背にして戦えるように時間を調整し、タイミングを見計らって攻撃を仕掛けました。ごくり。エドワードは艦隊を3列に分け、ロングボウによる一斉射撃をかけます。狙い撃つというより、雨のように矢を降らせる攻撃ね。大量の矢が降り注いだ。3000人以上のロングボウ部隊が、一人当たり、1分で10発以上の矢を放ちます。一方、フランス軍は500人がクロスボウ兵で、1分あたり2発の矢を放ちます。3000人が1分で10発撃ったら、1分で3万本の矢が降ってくるってこと？単純計算でそうなるわね。一方、クロスボウ部隊は、1分で1000本の矢ね。矢の数が圧倒的に違いすぎる。これはイングランドの圧倒的勝利でした。イングランドの兵士の損害、500人ほどに対し、フランス軍はほぼ全滅です。2万人がやられたの。フランスの兵士は虐殺されてしまいました。この戦いは、フランスが無能だったというのもありますが、イングランドのロングボウの雷鳴をとどろかせることになります。次はプレシーの戦いを見ていきます。1346年、今度は陸上戦です。戦力が気になるところだよね。スロイスの海戦では、弓とクロスボウの数に圧倒的な差がありました。しかし、クレシーの戦力差はほぼ同等です。兵士の数が同じってわけか。イングランドのロングボウが5500人、フランスのクロスボウが6000人です。これは、今度はどっちが勝つかわからないぞ。歩兵も合わせた戦力は、イングランドが1万、フランスが2万と言われています。フランスが多すぎる。さすがにこれはロングボウでもきついんじゃないの？イングランドの指揮官は、スロイスの時と同じく、エドワード3世。エドワードは策を弄します。策を弄しただと？数で劣るイングランドが、まともに戦ったら勝てません。エドワードは、ロングボウ部隊を小高い丘の上に配置します。そして、
フランス軍が来るであろう正面に穴を掘ってデコボコにしておきました。策士だな。穴を掘ったのはフランス騎兵部隊の突撃を警戒しての策です。そして両軍が相対し戦いが始まります。ごくり。フランスのクロスボウ部隊が先陣を切って攻撃を仕掛けます。6000人のクロスボウ兵はフランス軍に非常に期待されていました。6000もいたらさすがにイングランドもやばいでしょ。ところがクロスボウ兵は丘の上のリョンヌボウ兵を狙うのに上に向かって攻撃しなければならず、クロスボウの飛距離を生かすことができません。あれ、これはフラグ臭がするぞ。一方ロングボウは上から下に向かって撃つので有利な射程距離を得ることができました。クロスボウを駆逐していきます。またしてもロングボウか。豪を癒したフランスの騎兵部隊が突撃を仕掛けます。しかしエドワードが掘らせた穴に引っかかってロングボウの餌食となりました。なんとこの戦いでフランス騎兵部隊は16回の突撃を仕掛けたといいますが、すべてロングボウの雨のような矢の前にくじかれフランス軍は敗退しました。ロングボウ強すぎでしょ。エドワードの作戦が良かったっていうのもあると思うけどさ、クロスボウはいいとこなしだね。次は1415年アジャンクールの戦いを見ていきましょう。イングランドのロングボウは5000人、フランスも同等の5000人のクロスボウです。戦力は互いに互角？詳細は分かっていないんですが、歩兵も合わせるとフランスの方が3倍近い兵力だったと言われています。またしてもフランスが圧倒的だ。この戦い、目的地へ進軍するイングランド軍とそれを待ち受けるフランス軍との戦いです。フランスの進路を塞いでる感じなんだね。ヘンリー5世率いるイングランド軍はロングボウを左右に展開し敵陣に近づいていきます。しかしフランスは動きません。フランスはイングランドの出方を伺っているのかな。フランスはロングボウを相手に何度も痛い目を見ているのでかなり警戒していました。ロングボウ部隊に突撃をかけるためタイミングを伺っていたのです。ふむふむ。ヘンリー5世は敵戦力の情報を事前に入手していました。その上で敵陣に接近し弓で攻撃を仕掛けます。騎兵部隊に矢を放って突撃を誘ったのね。突撃されたらヤバいんじゃないの。ヘンリー5世は騎兵に木の杭を持たせていました。地面に刺すことで騎兵を妨害するバリケードにするのよ。逆もぎってやつか。逆もぎで騎兵の動きを止めて矢の雨を降らせる攻撃で倒そうとしました。お得意のやつか。さらにイングランドは地形を生かして攻撃しました。森から狙撃しフランス騎兵の足止めに成功します。森地形は移動力が落ちるからな。しかもフランスの指揮官が無能で数を頼りに慢心していたので逆転の余地もありませんでした。フランスの指揮官はダメだな。圧倒的戦力差がありながらフランスは完全敗北しました。しかし実はロングボウにクロスボウを当てて背後から騎兵突撃を仕掛けるのがフランスの作戦でした。ちゃんとした作戦を立てていたの？うん。しかしフランスには一番身分の高い貴族が指揮を取るという習わしがありました。これは戦闘経験や指揮能力の有無とは関係ありません。無能な指揮官が着任してしまったのか。なるほど、これじゃあ勝てるものも勝てないね。ヘンリー5世が敵の情報を事前に掴んでいたのも大きかったのです。このように中世のヨーロッパでは弓とクロスボウの戦いがありました。戦闘の細かい経過についてはかなり端折りましたが、大体こんなところです。戦いだけを見ると圧倒的にロングボウの方が強いように思えるよ。でも結局は指揮官の采配によるのかな。単純な武器の強さの比較は難しいですね。実際の戦いを見るとなんとなく弓とクロスボウの性能差が見えてくる気がしました。前提としてあるのはロングボウは弓を引くための筋力が必要です。一方クロスボウはレバーを回すだけで引けるので筋力を必要としませんし、あまり疲れません。そうか、そういう違いがあるんだね。イングランドのロングボウが強かったのは訓練された兵士だったからね。もしお互いが良くな訓練を受けていない新兵ばかりであればクロスボウに軍配が上がっていたかもしれません。確かに指揮官の采配も大きいですね。十字軍遠征ではイングランドのリチャード1世がクロスボウをうまく使って大きな戦果を上げています。武器の特徴をつかんで上手に使わないと戦いには勝てないんだ。武器屋のお姉さん。一見するとクロスボウの方が威力があって分があるように感じます。でも弓の連射速度にはかなわない気がするな。
私個人としては、しっかりと訓練されているのなら、弓の方が強いと思いました。というか、火縄銃よりも弓の方が強いと感じることもあります。威力は劣りますが、弓の方が連射速度、命中精度、射程距離も上ですし、雨の日でも撃てます。それから、弓の方が安いです。その辺の木を折れば弓ができるもんね。そこまで簡単じゃないけど。しかし、過酷な訓練という大きな壁もあります。兵士の訓練期間と得られる効果を考えて、うまく戦闘に配備しなければなりませんね。訓練も必要なくて、簡単に敵を倒せる武器が最強って感じがするね。というわけで、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。面白かったらチャンネル登録してくださいね。よろしく頼むよ。ボイキャスもよろしくね。